広島 FM でアンニョの歌声流れてるな。え、なんの、なんで？ショコと、あ、ショコやってる。こんばんは。ごめんなさい、ちょっとショコにかぶせてしまって。ごめんね。本当にみんなどっちも見て。ちょっと明日がめちゃめちゃ朝早くて、そう。そしてまた寝ちゃってた今。しょこちゃんのクイズ見たいんやけど、ごめんね、本当に本当にごめんね。ちょっと明日が早すぎて、明日ちょっとね、ほんまにちょっと寝なきゃやばいので、もうトークショーありがとうございました。んー、でも別にだから今日ちょっと早く寝ようと思って、うん、そう、明日マジ4時か3、もう3時台かもしれん、そんぐらいにちょっと起きなきゃいけないので、寝起きなんですよ。そう、やばい。そう、めっちゃ早くない？うん、3時半か45分とかそんぐらいなので、ちょい今日は早めで失礼します。そう、さっきがメイクとかしなきゃいけないから、そう、登山じゃないよ。違いますけど、そう、山登りません。セントマジック。赤だけコメントばっかやん。そうだから今日ちょっとね。そう。そうだからちょっとごめんなさい、今日はいつもより勝手に早くあれしたし、始めたし、そう、あと今日ありがとうございました。今日はなんだっけ、立教大学でトークショーってことで、ミリニャと2人で行かせていただきました。すごいファンの方ね、の平日にもかかわらず来てくださってありがとうございました。あの学園祭は全くあの屋台とか何も楽しむことはできずだったんですけど、そうだから見てもないし、そう全然楽しめなかったのでちょっと残念だったんですけど、そうでもすごくあの立教の大学の大学生さんもすごくそう準備してくださってて嬉しかったです。ありがたかった。そうお店回れなかった、行けなかった。ショコお菓子大量買いしてないってよ。ショコお菓子大量買いしてないってよ。どういうこと？あー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 あんらが話してた話、今日立教で。違う、だって前リサ自分で言ってたよ、買ってもらえるときに買っとくって。高いもん買うんだって。そうで食リサでいつも食べてるよ。まあそれはいいんだよ、置いといて。そうアンズーも、そうアンズーとミリニアのファンの方と、あとは他にもたくさん来てくれて、すごいうちわとかもあったりして嬉しかったです。そうでも立教のキャンパスはそう華やかっていうかすごい綺麗でしたね。カゴ3個分ってマジマジ全然マジ、まあでも1個は飲み物だけでもさね、10個以上あれば埋まっちゃうからね。ナスビもう食べれます、見えたよキイちゃん生写真。
そう、最終学期そうだね、立教の、立教魔法学院創造魔法学部が私の最終学歴となりましたね。いやでもなんかトークとかもやっぱり、まあ、学生さんが一緒にトークっていうかしてくださって、司会みたいな感じでそうしてくださったんですけど、で私たちも、まあ、4個ぐらい一応今回テーマ質問コーナーみたいなのがあって、そう、手のひら見る？もう消えかけてる。いやトークってやっぱ難しいなと思って、そうでもなんか少しなんか今日やっぱりね、わざわざ平日にもかかわらずチケットを買って見に来てくださった方なので、もう本当になんかそれだけの話全然多分できてなくて本当に申し訳なくて、なんか大丈夫だったかなってすごい不安で、もう終わった後もミリニャと大丈夫だったかなみたいなすごい感じだったんですけど、でもまあ近かったっていうか分すごい一人一人のファンの方のお顔が見えたり見えて、そう本当になんかトークだけで1時間ここまでっていうのはあんまり今までなかったし、でまあね、大学生さんももちろんそういうなんだ、例えばまあ芸人さんとかそういう経験のある方ではないので、そうでもそれでもすごい一生懸命私たちをもうすごい褒めてくださったり、司会を進行してくださって、そうそう、ファンの方もあの見守っててくださってありがとうございました。すごいね、なんかね、最前列にアンズーもいっぱいいてくれて安心した、本当にありがとうね。いやありがとうございます、あっつんさん。さきちゃん嬉しい。指原さん、そう今日公演ですよね、夏みかんさんと MC が面白いって、やっぱさすがですよね、立教で最前警備してました、可愛かったです、喧嘩金子さん。ありがとうございます。そういつも来てくれるファンの方見たら安心しました。こんばんは、こんばんは。この光見てると焦点が合わなくなって、めっちゃなんかめっちゃまばたきしちゃう。あ、思った、48グループさんの緊急発表気になるけどすぐお風呂入んなきゃ。人数多かった、本当嬉しい、ありがとう。お仕事お疲れ様です、修二郎さん。違う、寝起きで今日もコンタクトつけたままさっきまでちょっと寝ちゃってたから1時間弱、30分ぐらいかな寝ちゃってたの、んだから目が乾いてて、そうやばい、スケッチブック見えたよ。魔法にかかってやった、まあ、みんなをセントマジック。ブロッコリーね、まだお茶あります。でもね、すっすごくアイスが食べたい気分なんだけどね、アイスねないからね、家に我慢しようと思って今日もね買おうかと思ったけど我慢したよ。しかもね今日ねタピオカ買って帰ろうと思ったけどね我慢したんだ。理由はただ一つ、絶対に人が多いと思って並ぶのが嫌だったから。怖くたくさん話せた。パピコとかあんま罪悪感なさそう。ブロッコリーアイスにすればやばい。何味やねん。そう、今日はタピオカになりたいって言った。でも今日言ったことは今日限定だからもうあんま言うま。うんうん。
ッセイ、次アンナといつ握手できるやろって待ってるよ、待ってるよ。そうなんです、そう、明日のんのの誕生日でも今日あの12時まで絶対にあん起きてたらやばいので、あのツイッター基本は0時に投稿したい人なんですけど、ちょっと今日はできないので、でもその代わりのんののね動画をね、実はこの前の紅白の時に誕生日に載せたいなって思って撮ってるので、それをね公開したいなって思ってます。そうだからのんのには先に LINE しようかなって思ってて、そうだからそうだから明日のんのおめでとう動画は投稿したいと、おめでとう動画っていうかおめでとうツイートをしたいと思いますので待っててください。定期公演、マルキンさん外れた？定期公演もう発表ったんですか？11月6日？9日もあれか、30か。あの誕生日の日なんよね、定期。セスさん、行きたくなったか、嬉しい、ありがとうございます。立教トークショー楽しかった、りょうさんありがとうございます。本当に早くジャイアンツについて語りたいね、カープについて語ろう。ジャイアンマさん、花丸さん甘やかして初見。ありがとう、行きたいって。チロールさん、30がまだ、あなるほど、11月9日発表、あうん、じゃあ定期の日発表、11月9日の定期が外れたってことか、マルキンさん。でもさ、逆にさ、30当たるかもよ。アンズ名乗っておいて、名乗ってください。ぜひ。青ナイタメさん、話しましょうよ。もりもり、ありがとう。定期公演、待ってる。ありがとう、キーちゃん。怖く行きたみ待ってるよ、まゆビームさん、あマジ無理だよさん、定期の倍率わかんない全然。そうだね、のんのでも明日ショールームだね。怖くはまだ取れるとこもあります。何アンズ見習いって。定期の日に登録、あそうなんだ、あんちゃん中できた3日間、ありがとう、ありがとうぽぽちゃん。香水ぶちまけた。こたつさん握手会デビュー待ってるよ。そう30日はね、30日の定期は誕生日の日なの、あん、そうこんな時間に珍しいやろ、早めです。今日はしほりちゃんありがとう、ともりさんおかえりなさい、掛け算できるよ。ひろとはバカ兄貴さん待ってる、どうやってタピオカになれるだろう、魔法で。30当ててみんな、11月18初めて怖く、お、ありがとうございます。はるなちゃん大丈夫かい、熱出ちゃった、ゆっくり休んでね、はるなちゃん。食パン半分食べてきます。もこもこありがとう、りょうばあさん、リップ水色、水色じゃないよ、魔法にかかったまま。ご飯派の人多かった、みんな日本人やなって。
ベルボーさん野球の話しましょう。しよう。やばい目が。好き。さきちゃんお仕事お疲れ様。お好み焼きご飯食べないよ。相澤選手について語りたいですね。相澤選手好きです。好きだよ。ポンポーンまたあのメガネかけてきてねダンスの練習してきたのかな。今日髪自分で巻いた。みやちゃんかぎしめラインもあり。でも先にラインしちゃう。普通に今のんのとラインしてるけど、別に誕生日とかは関係なく普通にラインしてるけど。巻くのね好きなの。でもね今日ねいつもミリニャがやってる巻き方もねミーニャに教えてもらったからね、今度やってみるの。そう、巻き方。よいしょ。学校8時に閉まるんだって。今日楽しかった。たくみありがとう。やけど注意ねって、そう、ここ。あれなくなった。あった、このアンナのやけど。そうでも色薄くなったの。そう、しょうこがね、なんかしょうこにツイッターこれ載せていいって言われたから。でもさどうしようと思ったの。ぼかしても、ぼかすって言ってもさ、ここ首元ぼかすって意味わかんないじゃん。だからちょっとハートかなんかつけといてってお願いした。そうそう、なんか隠してもらった証拠に。ハートつけてって言った。ハートか何かつ星とか何でもいいよ、とりあえずなんかスタンプ押しといてって言ったの。そうそう、広島県出身です。爪地見せて色気見せてくるスタンスじゃありません唇を全部口の中に入れてフ無意識にロケ見せてないからやめて、みんなそういうこと言うの。タイミングさんこんばんは。広島弁ね忘れとった。出すの直筆ゲットした。名札つけていった方が分かりやすいです。大好きアミツ。今日のリーダー色気感本当ですか。大人に感じますか。うわびっくりした。おあ、 J リーグから LINE 来ただけだった返信しなくていいやつ。 J リーグ先週広島行ったよ。めっちゃびっくりした。音がでかいでかい。さっきアラーム鳴らしとったけんさ。アンズ何人いたでしょうか今日。わかんねえなー、わかんねえなーわかんない。あやも J リーグから LINE 来た。公式アカウントも通知切ってない。アンナも緊張した今日。仮猫状態にならないようにって思ったなんかそう喉大丈夫。そうね、2万人くらいかしら今日気づいたって。あれポンポンいたっけ私も来た。あ、今日いないやって最善分かったよ。東京の人羨ましいって。東京そうね、やっぱ東京の方がイベントがあるからね。
みんなありがとうね、本当に。そう、なんかさ、なんか裏でスタンバイしとったけどさ、その時にさ、なんかどこがステージでとか何も分からずさ、でもマイクもさもらってなかったから、あれどうするんだろうと思って、どうぞって言ったら、どうぞって言われてからさ、えっと思ってさ、出たらもうファンの方嬉しさ、えっどこ行くのと思ってさ、もうとりあえず登ってさ、えどうしようと思ってさ、もういろいろ焦ったそう、でもなんか行ってよかったってみんなが思ってくれてたらいいなと思って、そう、そうだからめっちゃキョロキョロしてた最初。そう、キョロキョロバタバタっていう私たちの不審な行動が、へっへっへっみたい。なんか何すごい会議室じゃないけど、なんだろう、会議室じゃないな、なんか行動みたいな、ちょっと小さめの行動みたいな感じかな。なんかこう、なんだろう、講義室みたいな、そうそう講義室、そうそうそう、なんか大学の教室って感じ、ほんまに。そうステージにちょっとなっててみたいな。遠くないよ、タピオカしか大橋さんウケる。タピオカねの話いっぱいしたね。なんかタピオカ言ったらさ、すぐみんな笑うんじゃもんそう、しかもなんか「あんは」って言わず「山本は」って言ったらすごい笑われたし、そう。でもなんか最後に私たちも衣装着替えちゃって、その後写真撮りますってなって、で写真撮ったんだけど、その学生さん皆さんと写真撮ったんだけど、なんか思ったより学生さんがたくさんいらっしゃって、そう2列ぐらい、そう学生さんいらっしゃって、もうなんかあ、こんなにたくさんの学生さん、そのスタッフさんとしての学生さん、そう企画をしてくださったねがいらっしゃったから、もう本当になんかすごい、何こんなに、こんなたくさんの方にこの私たちのトークを聞かれてたのかと思うと、すごくなんかあ緊張しちゃって、はっはっってなっちゃったそう緊張したマジで。そう立教の方がね、もうみんな私より全然お頭が偉い方だったので、山本はそうだよ、会場ざわつくからね。そりゃ司会の方もさ急にね緊張するよね。お頭お頭、私はだってさ、私はだとさラジオとかだとダメじゃん、なんか私はって言ったらさ誰ってなるじゃん。そうだから山本はっていう癖をつけた方がいいかなって思って。わかる、立教美人さん多かったよ、それ思った、可愛かった。でもなんだかんだあんわって言っちゃうから、特にショールームでは多分いっぱいあんわって言うけん許してね。アナちゃんはねって言わんわん山本一人しかいなくて、そうですね、斎藤は二人いるんでね、あんでいいよってファンの方はね、そうあんでいいよって言うの、あんわーって言うからね。そうね、ショールームはあんまり、でももうさ、あんって言っちゃった、使い分けれんかもしれん。
あんこは言わんやろそれむしろあんがいい。本当に会場入ったら席ご案内しますって言われてすごかった。語彙力、え、ほんまに語彙力な？どういうこと？どういうこと？それはご案内、まあ、丁寧語だったってことかな。そういうことじゃない。アンペロ？アンはめっちゃ今日何？優しいね、チケット案内してくださるって。ご案内付きだったのよそういうことね。すごい優しいですね。すごいなんかもうたくさんねそうやってしてくださってね。え、かなミルキーさん、そう今日ね立教で何か食べようと思って朝から何も食べずにワクワクしていったんですよ。したら食べれなかった。違うの、なんか今日本当は、まあ、回る予定あってで、なんかでも終わった後なんかまあでもさ、なかなかちょっと回るのはそのまあやっぱ大学生さんのスタッフさんもの都合っていうか何お時間とかもあるから、そうそのトークショーの前だったら少しだけだったらなんかいいですよって言われたんだけど、私たちその時衣装がまだ届いてなくて、今日衣装があったんですけど、あの衣装を開いてみればまさかの違うメンバーの衣装が入ってて、でしかも水平さんの衣装が入ってたんですよ。そうだからおっとこのキャリーは違うぞってなって、やばいやばいってなって、そうそうなんです。今日ね第一ハプニングがあったんですよ。そう開いてみるとまずフォースの衣装じゃないしメンバーちゃうしみたいないう状況になっちゃって、そういや伊藤さん悪いとかそういう誰が悪いとかないんですけど、違いますよそれは。そうもうすぐみんな伊藤さんに従うよね、ほんとね。はいそう、それでやばいやばいってなって、さすがにさ大学のさあれで水平さんはちょっとさ違うじゃんか。そうで衣装さんでもう一回衣装さんのところにそう違うスタッフさんが取りに行ってくださって、ダッシュで持ってきてくださって間に合いました。そうでも中を見れば私たちの衣装じゃなかった。かなミルキーちゃん元気出して、ありがとうねショールーム見てくれて。そうそう、だから地方じゃなくてよかった。多分地方だったらもうそのまま使うってなるけど、まあ地方じゃないから、そう衣装の会社にそうスタッフさん違うスタッフさんがダッシュで取りに行って、もうダッシュで今日はありがとうございますって。大変でした。そうやけんあれなんよ、回れなく、そう衣装ギリギリに着替えたから回れなかったんです。そうまあ私服でもよかったんですけど、でもやっぱね、だから大学祭満喫したかったけど早稲田も立教も満喫できんかった。悲しい。そろそろ寝る、うん寝る。でもお風呂入らんといけん。え、本当に誰か明日起こしてもう本当に不安すぎる、起きれるか。やばいっす。じゃあ3時半か3時45分、起こしてください夜中です
嘘です、みんなしっかり寝てください。もうアラームかけまくります。4時起きなん、ほぼ近いやん。あ、差し子タイムでいいです。そうですね、わからんけど、え、マジいらん、いらんよ、リップ、リップいらんよ。マジ早いわ。何時に寝れるかな今日。今9時じゃろ、11時までには寝て、12、1、2、3、うん、ちょっと11時までには寝ます。なのでちょっと今日みんなはのんのんのお誕生日をお祝いしてくださいね。10時、無理よ10時なんて。あと1時間ないじゃん、お風呂もまだ入ってないんだよ。そうだから、そう、私の代わりにみんな祝ってね、のんののこと、大好きな、私の大好きなのんのたんのお誕生日をお祝いしてください。そう、早く寝る、もうちょっと今日は本当に寝るね、寝るね、寝るね。お風呂早いよ、早いけどさ、10時半目標で寝よっかな。でも今ならもうすぐ寝れる。でもお風呂入ると一回目が覚めちゃうんだよね、今の方が寝れるのっていうね。どんどんこうやって喋るともっと遅くなるっていうね。寝ますね、登山しないから。登山はもうしないから。いや本当に絶対今だったらもうすぐ寝れるけど、もうお風呂入んないと絶対明日の朝入んないから、もう絶対入んなきゃ無理。泥パックする時間なんてない。釣り行かないよ。 AKB さん歌唱力ナンバーワン決定戦するの、すごい、なるほどね、それが発表だったんだ、なるほど。いやもう本当にあれですよ、登山の日はもうマジで意味わかんない時間に起きて、もう意味わかんない真っ暗な時間から登ったもん。だからもう一日が長すぎた本当に、ね、さっさと寝ろっていうね。そうっすよね、あえてオールしたら、それもワンチャンあるんだよね。でもやめとくわ。だってもう今でさ、今日さ、もう帰ってきてさ、立教のイベントから帰ってきてでさえもう眠かったからさ、さすがにもうそしたら明日何もできないや、何もできないや、だからちゃんと寝るから、じゃあ終わるね。終わりますね。順位読みます。13位ユーシスさん、12位が大阪さん、11位がリンちゃん、10位がキーちゃん、9位がイソイカ、8位がセイタ、7位がデルファイさん、6位がサシナユイさん、5位がケンオさん、タピオカ、4位がテツさん、3位がヨッシーさん、2位がタケッチさん、1位がキンちゃんです。ありがとうみんな、ありがとうございます。しゃ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 、明日赤だけと思う、じゃあ赤だけ登ってきな、みんなも。遭遇するかもよ。ランダム3人いきます。1人目 MS06-1027 さん、2人目ヤシュさん、3人目レイちゃんです。ありがとうございました。赤だけ青だけなんやねんそれ。じゃあじゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃけん、はい、あ、パーです。今日もパー出しちゃった、パー出すの多いかもわからんけど、じゃあおやすみなさい。せいちゃん、名前呼んでってありがとね。
早起き頑張ります。明日早いのに配信、こちらこそ見てくれてありがとうございました。ちょっと最近少なめ配信でごめんなさい。また明日も夜、まあ9時とか10時とかわかんないけど、そう夜はそんぐらいに結構早くっていうか9時10時にできる時間に帰ってくると思うので、じゃあっていうことは登山じゃないってバレた。はい、じゃあ終わります。じゃあバイバイおやすみなさい。バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい、さようなら。あ、明日は一個タイムもよろしくお願いします。ミリニャも DHC があったはず。みんなそれぞれイコラブもメンバー明日も頑張ります。バイバイ、おやすみなさい。